ライフだもん。このチャンネルがたくさんの方に見つかってないうちにいろいろ投げてますけど、今日のお弁当、今日お弁当しました。メンチカツ生姜焼き弁当。ちょっと見えるかな。はい、こんな感じ。メンチカツと唐揚げと生姜焼き、それに明太子をプラスした、もの。このチャンネルは本当に異常に自由なので、今日は食レポテーマに撮りたいと思います。わあ、見てください。皆さん、美味しそうなメンチカツですよ。やっぱりメンチカツってこういう定番なのがいいですね。じゃあたっぷりのからしとおソースをかけていただきます。サクサクですね。でご飯もいただいちゃおう。あれですね、このサクサクの中のメンチですから、お肉の甘みがやっぱりこの周りの衣とお肉の甘みで、メンチですからお肉ですから、一つのこの調和されてるところがやっぱりすごくいいなと思いました。ちょっとさらにこのメンチの横に生姜焼きがあるんで、生姜焼きいただいちゃいましょう。いただきます。この生姜焼きは鉄板でちゃんと焦げ目がつくほど焼いてるので、その焦げ目もうまみになっててとても美味しいです。じゃあちょっとこの唐揚げなんかもいただきましょうか。唐揚げいただきます。これは王道の唐揚げといった感じで、鶏のプリプリな感じと、そしてこの衣のね味がいいですね。醤油が効いてて、しかも香ばしい、ちゃんと揚がってます。明太子ご飯、明太子ついてる明太子ご飯。やっぱりこの明太子の辛さと塩分はとても合いますね。じゃあ最後にちょっとね、メンチの横についてたこの卵、厚焼きですね。いただきます。これは程よい甘みで何でも合うといった感じじゃないでしょうかね。はい。トータルして言いますけど、レポートしながら食べるご飯が一番美味しくない。 Life is beautiful。